セブンマリア、どうもハイブルーです。いつも話題に出している可愛い先輩の話なんですけど、この前ご飯行ったって話したじゃないですか。その2ヶ月後ぐらいにもう一回ご飯行きたいなと思って LINE したんですよ。会いたいです、ご飯行きたいですって LINE したんですよ。なんて帰ってくるかなと思って、また塩対応だと思ってるでしょ。そして帰ってきたのが、受験頑張ってくださいって言われたんですよ。流されてますね。またもうこっちも体勢ついてるんで、こんなんじゃ諦めません、どうしても会いたいですって送ったんですよ。そしたら、受験終わったらねって言われたんですよ。もうそれでなんかまたキュンときちゃって、軽い男でしょ。受験終わったら会ってくれますかって言って、だから勉強頑張ってって言われて、もうそれでキュンときちゃって、もう絶対勉強頑張ろう、うおーって思って、推薦で一発で合格しました。嬉しいですね。もう早くご飯行きたいからね、受験もとっとと早く終わらせたみたいな感じですね。まあ次回はね、受験終わったら本当にご飯行ってくれたのかっていうのをね、導入部分で話そうかなって思います。それでは、長くなっちゃいましたね。スナップシュー、ヤマト君とユータ君、珍しいコンビだよね。そしてユータ君のこのパステルっぽい緑のカラーセンス最高。ヤマト君のスマートなウィンクに対するちょっとふざけたユタ氏がたまらん。そして下からでも拭いきれないこのイケメンたち。何この彼氏目線。そしてこの輪郭100点。そしてこのチラっていう目線でコムレンジャー気絶してるんだけど、ヤマト君、覇王色の覇気使える？加工フィルター側も、どこ加工しようって思うくらいのこのイケメン。そしてこの眉食いで全女子がキュンチにして、たった今日本の人口が半分減りました。ヤマト君、黒じゃなくてベージュっぽい色も似合うのね。ハリウッドスター来た。トム・クルーズ、レオナルド・ディカプリオ、渡辺・ヒューガ。そしてヒューガ君、中学校の頃から出来上がってるのよ。同じ中学校の女子もヤマト君にしようかな、ヒューガ君にしようかなって、好きな人一人に絞れず、堂々巡りになっちゃうよね。はーい、てな感じでやってきたんですけど、コムドットの推しでは自分、ヤマト君が好きなんですよね。もう圧倒的カリスマオーラが好きで、憧れすぎて去年から黒髪センターパートにしてたぐらいですかね。まあ、あと TikTok の方でコムドットラップとかもやってるんで、そっちの方も見ていただければ嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイビー。